はい、どうも、イツキンと申します。本日2度目となりますが、先ほど地獄級の動画を上げたんですが、今回の動画は超地獄級の攻略となります。この超地獄級ステージは5回だけチャレンジすることができるんですが、チャレンジするとですね、アイテムがですね、もらえます。交換所にある、このね、下の方にある、このアイテム、白蛇の牙というものがもらえるので、5回すべてクリアすることで、この交換所にあるすべてのアイテムを交換可能になります。もちろんですね、チャレンジしなくても、めぼしいアイテムは獲得できますので、無理してね、チャレンジする必要はないんですが、一度挑戦してみてもいいのかなと思います。文字通り超地獄級の難易度になっています。はい、それでは超地獄級のギミックを紹介していくんですが、基本的には1段階目から3段階目、地獄級と同じになります。じゃあ何が違うのかというところなんですが、1段階目からついている特殊バフが違いになります。戦闘の魔力と保護の魔力というバフがついていて、それぞれ2段階目と3段階目に影響してくるバフになります。戦闘の魔力は2段階目で敵の攻撃が防御力を貫通してくる攻撃に変化します。なので、この戦闘の魔力を剥がさずに2段階目にチャレンジすると、敵の攻撃でこちらの英雄がワンパンされます。じゃあ、どのようにして消すのかというところなんですが、1段階目の時に取り巻きがいない状態で、ボスモンスターに5回全体攻撃を与えると、この戦闘の魔力というバフが消えます。なので、結構難しいんですけど、地獄級でも使ったビビアンとビルドレッド、この2人がいれば比較的、敵がいない状態でボスに全体攻撃を与えることができます。そして保護の魔力、こちらは3段階目に影響してくるバフなんですが、これを剥がさずに3段階目に突入すると、敵に与えるダメージが50%ダウンし、敵を攻撃した時に敵がアクションゲージ50%アップしてきます。なので、基本的にこれを剥がさずに倒すのは不可能だと思います。この保護の魔力を消すには、2段階目の時に取り巻きに単体攻撃を6回与えると、この保護の魔力というバフが消えます。なので、1年前と比べるとですね、1年前はゴリ押しでこのバフを消さずに突破できたんですが、今回に限ってはバフを消さないと突破できないように変更されてしまいました。まあ、さすがにね、せっかく用意したギミックを無視して強引に突破されるのも悔しいのかなと思うので仕方ないんですが、しっかりとね、このあたりをこなして3段階目を迎えるという戦い方になります。はい、それでは超地獄級見ていきましょう。編成1段階目はベリアン、ビルドレッド、ビビアンとなっています。これはあんまり地獄級と変わらないですね。まあ、一番このパーティーが安定しました。で、ベリアンはですね、緑アーミンでも構わないですし、ランディでも構いません。1段階目はね、まあまあそんなに苦労しないと思います。ちょっと命中ダウンとかが鬱陶しいので、ビビアンは入れて免疫をね、つけてあげるようにするのが一番楽ちんだと思います。これね、くせ者なのがね、この取り巻きを倒した後に全体攻撃を入れないと、このバフ消しのカウントされないので、まあ、やっぱりね、ビビアンが一番適性があるという感じですね。であとはベリアン、ベリアンもですね、運が良ければ、スキル1で2回全体攻撃できますので、一気にカウントを稼ぐことができるというキャラクターになってます。で、アーミンでも反撃が出ればバフ消しカウントは進むんですが、逆に火力がちょっと足りなくて、この蓄積バフがね、相手どんどん溜まっていくので、あんまり長引いても後が辛くなるので、その辺もね、考慮すると一番ベリアンがいいかなという感じです。あとはランディもね、結構初撃全体攻撃して、その後はね、単体攻撃でボスの HP 削れるので、バランス的にはね、ゲージたまらないんですけど、ダメージソース的にはいいと思います。はい、そしてビビアン、今回はルテン物質をつけているので、敵を倒した時スキルターンがね、減少しているんですけど、もしない方はですね、普通に火力異物を
つけることで、ちょっと事故が出るかもしれないんですけど、突破はできると思います。はい、2段階目ですね。今回使ったのはディエネ、セリン、モルトとなっています。どうしてもモルトが使いたくて、入れてみました。モルトはですね、スキル3使いません。全体攻撃しちゃうとちょっとまずいので、あくまでスキル1で防御力ダウンをつける、そして、バフをね、クリティカル抵抗バフをつけるという目的で使ってます。まず最初にやることは取り巻きを6回殴ってください。根力もね、惜しまず使ってください。特にこのディエネで、根力を使うことが結構肝になってきますので、これね、敵をね攻撃するとボスがアクションゲージアップしてくるので、あんまり攻撃したくないんですよね。はい、あと1回かな。スタンしたら、ちょっと回復しないといけないので、またディエネで根力を使ってスキル2のクールタイムをこれで開けると。はい、スキル2でスタンを解除。でモルトのいいところはこの取り巻きがスタンしてくるんですけど、モルトスタンしないんですよ。これもね、結構事故を減らす、いいキャラクターだと思います。さあ、バフが消えたので、あとはモルトで防御力ダウンを入れながらエリシア本体を殴るというだけになります。さあ、バフもつけて、このね、クリティカル抵抗バフもディエネのやつがね消えたタイミングに出てくれたら、それはそれで事故減らせるので、なかなかね良かったです。さあ、効力使って 100% で防御力ダウン入らず、まあ1回ぐらいは外してもね大丈夫なので、あんまり長引くと大変なんですが、で他にもキレタとかでも全然いいですし、まあ単体攻撃のキャラクターね、他にもいっぱいいると思うので、地獄級で使ったキャラクターでもいいと思います。たださすがに硬いので、モルトとかみたいな防御力ダウンを付与できる英雄を1体は入れた方がいいと思います。さあ、防御力ダウン入って、バフも付け直して、あとはセリンで殴ると。なので、まあ変えるとしたらこのセリンの部分を別の単体攻撃キャラに変えるといいかもしれません。運命を試してみたいの。さあ、ここでねスタンしないんですね、モルトさんは。そして反撃もしてくれるっていうね。はい、これで3段階目に移行します。さあ、3段階目はね時間との戦いです。相手にシールドも貼ってあるので、もうとにかく、殴るしかないんです。で、防御力ダウンを入れるやり方もちょっと試したんですけど、デバフが入ってしまうと、防御力ダウンが消えてしまうので、今回はね防御力ダウン使わないやり方で、やりました。なので単体火力として強いザハークですね。特にシールドあるとスキル1の火力も上がるので、今回ねちょっとだけシールドを残して、でザハークでスキル1を使うと。これで火力がね高い状態で攻撃ができます。2段階目で闇カーメリックを使っていれば、3段階目でディエネを使うことができるんですが、まあ、闇カーメリック持ってない人もいるかなと思ったので、今回闇カーメリックなしでね、デスティーナでやってます。アカテスでもいけるかはちょっと試してないんですが、手動であればねスキル2,3 ループ使えるので、多分アカテスでもいけると思います。ただまあ保険としてねデスティーナは復活が使えるので、まあ、今回みたいにちょっと火力足りるか不安だなっていう時に蘇生ができると、まあ、後押しできるということで、今回はデスティーナ使ってます。ちなみにこのデスティーナスキルほとんど振ってないので、全然振ってないデスティーナでも一応ねいけます。あとはレタがちょっと避けないときついんですけど、まあまあそこは運ということでね、まあ、5回チャレンジすればいいだけなので、何回かやればクリアできると思います。さあ、一応相手の攻撃が終わった後に蘇生して、まあ殴れる状態にしますと。まあ、ただキレタがねちょうど溜まっていたので、
これで削り切るという感じになりました。はい、というわけで超地獄級のクリア編成見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回も文字通り超地獄級、かなり難しいですし、やっぱりキャラのね、持ってる持ってないで攻略の難易度も変わってくるので、結構持ち物検査厳しかったような気はします。1段階目に関してはビリアンは配布なんですけど、ビルドレッド、あとはベリアンの有無でだいぶね難易度変わってくると思いますし、2段階目に関しては闇カーウェリック、ディエネの2人がいれば3段階目と分けて使えるんですけど、片方しか持ってないとちょっと厳しいかなという感じがしました。そして3段階目に関してはデスティーナ、アカテス、まあ、ディエネ、闇カーウェリック、この辺がいないとちょっと大変かなというところで、まあアンジェリカとかモンモランシーあたりでももしかしたらね、装備が整ってればいけるかもしれないんですけど、今回ちょっと試せませんでした。なのでまあディエネはねもう必須になるので、今ピックアップされてますんで、ディエネだけは引いといた方が今後のためにもなるのかなと思いました。逆にですね、サポート系、ヒーラー系以外は単体攻撃であれば比較的何でも良かったので、その点に関してはちょっと今回は優しめかなという感じがしました。はい、というわけで今回の動画は以上となります。装備とかに関してなんですが、ちょっと量が多いので、まあ、個別にね、もし気になる英雄がいればコメント欄に書いていただければ都度お答えしていこうかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。